ちは。3年生秋穂です。今日はですね、カラコンだけ終わっております。何をするかというと、5分メイクチャレンジです。なんかさ、昔すごいさ、流行ったっていうか、結構見てたんですよ。その5分でメイク完成させるみたいなのをやってて、ちょっと私もやってみたいな、みたいな好奇心で。外がとてもにぎやかです。はい、やってみたいと思います。ということでスタート。一応机の上に使いそうなもの、いつものメイクをしようと思うんですけど、使いそうなものは全部とりあえず揃えてありますので、ここからやっていきたいと思います。5分でメイクってどんな感じかやったことないからちょっとドキドキなんですけど、邪魔。やっていきたいと思います。5分です。用意。スタート。まず、下地を塗る。なんかこの、5分でメイクするってさ、どうなんだろう。朝急いでる時とかいいのか。できるようになったらめっちゃ便利だなと思うけどさ、なんか、その、どのぐらいのクオリティになるのっていう話ですよね。怖いな。やばい。タイムレス、タイムレス。もう4分20秒。あと、ちょっと。あと4分20秒です。で、ついてんのかな？ずっと思ってんだけど。このクッションファンでさ、ずっと思ってんだけどさ、なんかもうない気がするんだよね。全然顔の色がさ、変わってる？変わってない気がするの。私だけかな？なんか、もうないと思うんだよね。いい加減使うのやめんなよって感じだと思う。やばい。喋ってる暇ないのよ。夏。頑張らなきゃ。メイで。違う。パウダー。鼻水は出るし。もう、やばい。ベースだけ終わっちゃう。やばい、だってあと30秒しかないもん。違う。3分30秒しかないもん。やばい。終わり。で、眉毛切ます。こだわってる暇がない。やべ、時間ないもん。あと3分しかないし。どうしよう。ここ。一回こうにしよう。で、目合わないのはやばい。だからちょっと目やんなきゃ。気がつかないや。ちょっと。で、キラキラ。キラキラ。汚すぎる。ちょっと。時間ない。あと2分しかないもん。ちょっと、どうしよう。鼻がムズムズする。そして、この5分間ずっと鼻がムズムズしてる。どうしよう。で、ノーズショートをして、やばい。で、なんだこれは。ハイライトです。意味ないって、こんだけ塗っても。やばい、全然クマも隠せないし。で涙袋を描きます。で
LINE はね、いつも引かないから、もう今日はいいの。え、マスカラは？え、やばい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 。ちょっと、時間も見えないのもやばい。あと、1分40何秒ぐらい。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、もういいんじゃないとか言ってる時間ないんだけどね。そう、ちょっと待って、ちょっと寝ます。オッケー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 。時間ない時間ない。あー、手についた。最悪ですね。これキラキラしちゃって。汚いの、本当にもう。で、ちょ、眉毛だけ、ちょっと。あとね、あと1分43。やばい、あと1分しかない、あと1分しかない、あと1分しかない。リップ足します。リップ削れたんだけど、削れないな。どうしようどうしよう。あと何をしたらいい、何をしたらいいの、何をしたらいいの。シャドウ足す。汚いシャドウが。はい、終わり、終わりです。なんかね、汚いんだよな全体的に。なんか眉毛も整えてるからいいけどって感じじゃない、結構で。まあ LINE は引かないんだけど、なんかさ、ここのさ、ハイライトもさ、なんか汚いしさ、全然なんかあのシェーディング入れる時間がなくて、あとはクマ隠す時間もないし、でね、シャドウの上のキラキラはね、乗せ方が適当すぎて、マジ汚すぎてびっくりしてるっていう感じですね。あー、こんな風になるんだ。なるほどね。全体的にちゃんと馴染ませてないから白い期間がすごすぎてなんか大丈夫じゃない顔になっちゃってる。あー、すごいな。なんか近くで見れば見るほどすごいですね。この辺とかマスカラついちゃってるからね。まあ、でも、初めてにしては5分でこれぐらいできたのはいい方なのかな？わかんないけど。まあ、なんか、多少出来上がってるって感じ。はい。一応成功ということで。なんかまあ、このクオリティだったら、まあ、多分普通にコンビニぐらいはいけるぐらいになりました。頑張ればね。でも私ちょっとこの顔でコンビ出たかもないんだけど、あんまり。なんかシャドウ汚すぎて。だって今マスクだからここしか出ないじゃん。ここ汚かったら結構致命的じゃないって思って。だからちょっと出れないんですけど。まあ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 、まあ、初めてにしては良かったかなと思います。はい。ということで、今回は5分でメイクチャレンジやってみました。いかがだったでしょうか。ちょっと時間ない時にも、ね、何一つ参考にならないメイクになったんですけど、まあ3分とかでリベンジしてみたいと思うので、ちょっとまた楽しみにしていてください。はい、ということで今回も動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。はい、ということでおしまい、バイバーイまたねー。